いたーい、アハゴンあずさです。さあ、しまくとば講座始めていきましょう。先週はんから始まる相手に真意を確かめる際のしまくとばんじをお届けしました。いかがでしたでしょうか。まあ、簡単でね、わかりやすい、しかもよく使うしまくとばですので、前回の復習もぜひね、皆さんやっていきましょう。相手に真意を確かめるとき、本当ね、そうなのと問うときはんじんじという言葉を使います。結構ね、びっくりした時とかによくね、とっさにじってね、使いますので、会話にね、よく出てくるんですよ。ぜひね、覚えてください。いや、そうそう。さあ、今日のしまくとば講座はですね、〇〇でですね、助詞について紹介していきたいと思います。これ何なのかというと、道具、手段、場所ですね。例えば沖縄でとかね、ハサミでとか、ペンでとか、ある助詞を使うんですけれども、それはこう手段なのか道具なのか場所なのかによって使い方が異なるんですね。そういったことを今日はご紹介していきたいと思います。まずは例文見ていきましょう。では最初は道具と手段の〇〇で、例文はこちらです。ぬくじりさーにキーチュン、ぬくじりさーにキーチュン。訳しますと、のこぎりで木を切るという意味です。ぬくじりがのこぎり、さーに、これが〇〇でですね。木は木、ちゅんは切るという意味になります。このぬくじり、さーにの、さーにの部分に注目してください。のこぎりという道具を使って木を切る、のこぎりで、このでに当たる道具の場合はさーにという言葉を使います。ぬくじりさーにキーチュン、ぬくじりさーにキーチュン。はい、このさーにの部分がですね、今は手段道具の部分をお伝えしましたが、じゃあ場所の時はどうなるのか、続いていきましょう。わらびんちゃーが公園うてぃ足どん、見ていきましょう。わらびんちゃーが、子供たちが、公園は公園ですね、うてぃ、公園で足どん、遊んでいるという意味になります。こちらは公園でというね、場所を表す際に使うでなんですね。先ほどぬくじりさーにという言葉を使いました。ぬこぎりで木を切る。じゃあこれ公園さーにというのとね、疑問に思うと思うんですが、これは言いません。公園でというね、公園という場所を表す際はさーにという言葉ではなくて、うてぃという言葉を必ず使います。だから例えば沖縄で遊ぶっていう時も、沖縄うてぃと言います。沖縄さーにとは言いません。反対に、先ほどのぬくじりさーにの、このさーにの部分をぬくじりうてぃという風に、同じでだから使えるんじゃないのと思うかもしれませんが、ぬくじりうてぃにはならないんですね。こういった形でしまくとばでは、道具なのか手段なのか、それとも場所なのかによって助詞の〇〇で、日本語だったらさ、〇〇でのでは同じだけれども、でもしまくとばでは手段か場所なのか、それとも道具なのかによってこの言葉の使い方は変わりますので、こちら間違えないように気をつけてください。いや、そうそう。はい、いかがでしたでしょうか。今日は助詞〇〇での使い方について紹介しました。くね動画、一平上等やすさ、うむとうや、グッドボタン、チャンネル登録も、ゆたしくうにげーさびら。ツイッターノート、インスタグラムもやっています。概要欄に貼っておきますので、こちらもチェック、ゆたしくでーす。見てね、お願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、一平二平でビタン、またやったー。